はい、今日は9月の17日夜8時53分を回ったところです。現代の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進出しております。おなじみの赤い車、やり番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今ね、昨日おとといも皆さんにお伝えしました通り、各都道府県市町村において第3回定例会議会が開催されているはずなんですね。この東大阪も議会が開催されているんですが、この議会において東大阪、この春から世間を騒がせたあの学校給食、51校ある小学校のうちの26校の学校給食が止まった、この問題がどうも調査をしてみたら、本当にこの役所の行政のおかしな不思議な変な裏話が次から次へと発覚してきているようなんですね。と言いますのは、この予算金額、昨年のどうも9月ぐらいから学校給食の入札を行う、このような話が進んでいたようなんですが、この学校給食を運ぶ車ですね、これが普通の車ではなく、改装された車でないと子どもたちの学校給食運ぶことができない。それはなぜかと言いますと、四角い、皆さんね、あの風呂桶ぐらいの、要するにコンテナですね、それに4つのキャスター、そうですね、何百人という子どもたちの食事をね、みんなまとめて運ぶのですから、4つ5つの箱型のキャスター付きのね、入れ物に入れて運ばないと、給食の配送するところまで、配食するところまで届きませんね。ですから車に積んで、それを押して積むときに、下のキャスターが動かないようにしなければなりませんね。ですから、そのコンテナの中には、溝が切ってある、その溝の中にキャスターがちゃんとはまって、そして前後に動かないように、ね、前後左右に動かないように固定して運ぶ車でないと、給食を運べない。このような車をね、入札してから、1ヶ月や2ヶ月では、発注して作るのは不可能なわけなんですね。それをなぜか東大阪市の教育委員会は、たった3ヶ月しか余裕がないのに入札を行ったわけなんですね。皆さん、あの家庭内ゴミを収集するパッカー車、あれは特殊な車ですね。トヨタや日産にあのパッカー車を注文して、最低でも半年くらいのないと車がね、納入されないということで、そのような特殊な車を使用するときには必ず半年以上の前に入札が行われる。そしてちゃんと車が用意できる期間だけを確保して当然入札を行うわけなんですが、東大阪が昨年12月の27日、さあこの日にちもおかしな設定ですね。しかも9億5000万という予算金額を組んで入札を行うような、ね、公共の入札が全国47都道府県1700市町村においてね、未だかって
そのような入札が行ったというような話を聞いたこともなければ、また記録にも残っていないのではないでしょうかね、全国の。そのような入札を行った。さあ、そのたった3ヶ月間前になって入札を行ったのですが、このね、予算の取り方に大きな疑惑が発覚できているわけなんですね。それはなぜかというと、どうもこの東大阪の教育委員会の学校給食担当課は、昨年の9月頃に一般の運送業者に積算見積もりを依頼したらしいんですね。ところが、この見積もりを依頼した会社が、この入札に参加したわけなんですね。さあ、もうここから、皆さん、この入札は大きな疑惑があると判断できますね。そして、半年前に入札をするはずのこの計画をなぜか教育委員会は3ヶ月前に入札して落札した業者が車を用意することができなかった。この問題が大きくなって、そして今年の4月の9日には26校の学校給食が運ばれないと分かった、その地域の校区の PTA 会長や連合会長の人たちが東大阪の役所の玄関に集まって、代表者3人で教育委員会と野田市長に子どもたちの学校給食を止めないでくださいという要望書を提出したわけなんですね。しかし、もう4月の12日から学校給食が始まるという3日前にそのような要望書を提出したのですが、担当者、教育担当者も野田市長もそれを聞き入れしなかったわけなんですね。落札した業者が車を用意できなかったから給食が運べない。しかし皆さん、よく考えてみてくださいね。今年の3月まで学校給食を運んでいる業者が車を持っているわけなんですね。本当に子どもたちのことを考えて、行政が、本当に教育委員会が、これは学校給食を止めたら大変なことになる。だから何とかしてこの給食を止めないようにしようと思ったら、今までの給食を運んでいたこの業者に、一学期落札した業者が車が提案できるように、それまで協力してもらえませんか。このように行政が今までの業者に一言を頼んだら、さあこれがそんなものはできないと言われたでしょうかね。私はそうは思いませんね。役所の教育課、学校給食の担当者が本当に子どもたちのことを思ったのであれば、今まで長年やってきてきたその業者に、入札で落札した業者が車を手配できるまで1学期だけでも協力してもらえませんかと頼みに行くのが
普通の役所のあり方ではないでしょうかね。それをせずに学校の給食が止まった。このことは全国でニュースとなって、今でもニュースの動画で YouTube で流れていますに、さあこれを調べていったところに、なんとここにね、実に不思議なことが行われたということが私の調査で分かってきたわけなんですに、と言いますのは、学校給食、子どもたちの学校給食が運ばれないみたいだという PTA の中で大きな問題となって、なんと連合会長、 PTA の連合会長が今まで学校給食を長年担ってきたその業者の会社に行って、突然ですが、万が一落札した業者が学校給食を運べないようなことがあったら、お宅の車で子供たちのために何とか協力してもらえませんか。このように PTA 連合会長が事前にお願いに行かれたというんですね。さあその答えは、今までになってきたその学校給食を長年仕事を請け負ってきた業者の会長は、私どもがね、子供たちのために今までね、数十年間協力をさせてもらってきました。うちとしても子供たちの学校給食を止めるということはね、残機に耐えないもんがあるんです。PTA の皆さんがそのようなね、お投げに来られたんであったら、無条件でお手伝いさせていただきます。このような答えを PTA の連合会長は取り付けてから4月の9日に教育委員会と野田市長に要望書を提出されたというんですね。おそらく行かれた時にこの連合会長はそのことを給食担当課の職員や野田市長、ここにそのことも踏まえて話しされて、子どもたちの給食を止めないでください、このように要望されたんじゃないかな。私はこの話を聞いて、この東大阪市の職員や野田市長の行政、完全に不愛崩壊している私利私欲に走っている連中らがうごめいているという、このような実態を今実感しているわけなんですね。さあそのような時に、この6月に大変東大阪でおかしな報道がされたわけなんですね。昨年の10月に東大阪の長瀬地区というところで団地マンションの建て替えの工事、市営住宅なんですが、この建て替えついての入札が行われたわけなんですね。この入札はよく言われる PFI 方式、プロポーザル方式ですね。審査員が5人、6人集まって、
そこに指名入札として業者を呼んで、お宅の建築方法はどのような方法で、そしてどのような期日で完成することができますか、様々なことを聞かれて、そしてその審査員なるものが点数をつけて、そしてその業者を選定する。ところがこの入札には5社がワングループとして、1社としてよくあるケースですね。JV を組むとよくやりますね。ゼネコンが1社ではね、仕事が大きい、だから2社3社で JV 共同体制を組んで1社として入札を行う。ね。全国でそのような入札は全てのところで行われておりますに、今回この23億円というね、予算が組まれて、予定価格で組まれて、21億数千万円で、この決定されたというわけなんですね。ところが、その決定されて、落札業者が決定された。ね。その1グループ、どうも5社だったらしいんですが、ワングループがそれを落札した。さあ、ここからなんですね。この業者が落札した、この時に、地元のそのマンションの建て替えですから、ね、100人、150人の人たちが、そこを立ち退いて、解体して、そこへ建て、ね、建て替えしたら、ね、隣の空き地にマンションを建て替えして、そこに住めるっていうことは、地域のそのマンションの人たちには当然、事前に1年、1年半先には新しくマンションを建て替えします。こちらへ引っ越してください。ということが、ね、すべて広報されているわけなんですね。さあ、そのような中において、どのような発表があったかというと、このような発表が新聞報道とされたわけなんですね。これなんですね。これちょっと読んでみましょうかね。建て替え事業手続き不備、東大阪市営住宅、市監査委員が報告。東大阪市監査委員は31日、今年の5月の31日ですね。今年度から3年間で実施予定だった市営住宅の建て替え事業で担当した市建築部住宅改良室の事務手続きに不備があったとする監査結果を公表した。事務手続きに、ね、不備があったと公表した。報告書によると昨年10月建て替え事業の入札に5社によるグループのみが参加し、予定価格の 99.74% にあたる22億8500万円で落札した。今年2月に仮契約を結んだが、市職員が入札参加数をほのめかした、などの情報が市に寄せられたため、調査したところ、不適切な事務手続きが疑われたことから、今年3月、野田義和市長が監査を要求した。監査委員は、ワングループが入札の2日前に提出した提案書には、事業費は約20億円と記していたにもかかわらず、実際の入札額は約2億円上回っていることについて、談合や一社応札による高値落札など様々な可能性を想定して対応すべきだったと指摘。住宅改良室が確認作業を怠ったことなどを不適切な事務処理として野田市長は適切な対応を求めた。同事業は仮契約の段階で止まった状態で、野田市長は報告の内容を早急に精査し対応を検討するとコメントした。これが第一弾で新聞報道されたわけなんですね。さあ次にこの続きが新聞報道されたわけなんですね。さあこの
次の新聞報道、これなんですね。さあ、これ読んでみましょうね。建て替え手続き不備、東大阪市職員を告発、注意義務違反容疑で、市、今年度から3年間で実地予定だった東大阪市の市営住宅建て替え事業で、事務手続きに不備があったとされる問題で、市は10日、課長級の職員1人を地方公務員法、守秘義務違反容疑で不正処に刑事告発したと発表した。同署は同日付を受け受理し、同署は同日付で受理した。市内部統制推進室などによると、同事業はワングループのみが昨年10月の入札に参加して22億8500万円で応札し、今年2月に仮契約を結んだ。しかし、今年1月に職員が事前に入札参加数をほのめかしていたといった内容の投書があり、同室が関係部局の職員らに事情聴取をした結果、課長級職員の守秘義務違反が疑われる証言があったという。この問題をめぐっては、市監査委員が5月末に公表した監査結果でも不適切な事務処理があったと指摘されており、市は監査結果も踏まえ、刑事告発に踏み切った。野田義和市長は、今後警察の捜査に全面的に協力するとともに、捜査状況を注視しながら適正に対処してまいりますとのコメントを出した。さあ、ここなんですね。この市営住宅の建て替え問題、皆さん、この秘密を漏らした、この新聞報道でもありますね。守秘義務、ね。市は10日、課長級の職員1人を、地方公務員守秘義務違反で、不正処に刑事告発したと発表した。市内部統制推進室などによると、同事業はワングループのみ昨年10月の入札に参加して22億8500万円で応札し、今年2月に仮契約を結んだ。しかし今年1月に職員が事前に入札参加者数をほねめかしていたといった内容の当初があった。さあ、この当初があって、一人の職員が刑事告発されたわけなんですね。さあ、この面白いですね。皆さん、行政というものは注意義務、これを漏らしたとするならば、それを聞いた相手がいるわけなんですね。そうでしょ？これを聞いた相手がいなければ、警察はどんな取り調べをするんでしょうかね。普通、行政の入札問題は、職員が、その入札金額や入札方法のあり方を漏らした相手は誰なんでしょうかね。当然、相手がいなければ、罪にはならないはずなんですね。まさかこの職員は壁に向かってそれを話したわけではないでしょうね。ならばそれを聞いた、例えばそれを聞いた者が同じ職員だったらどうでしょうかね。つまり業者にはそのようなことを漏らしていない。しかしこの守秘義務がある次の入札には5グループで1社が参加するということを市の職員に、職員が話したことが、これが果たして守秘義務になるんでしょうかね。業者に話したり、その審査員に話したりした場合には、例えば審査員も行政が選んだ審査員ですから、何の
罪になるというんでしょうかね。しかしおかしなことに課長級一人を刑事告発したと野田市長が堂々とこのマスコミに発表しているんですが、告発された人物が一人、職員一人で150人、200人の市民が完成を楽しみにしていたそのマンションの工事が止まったままで、現在私が調査したところ、なんと役所の不手際でこの仮契約を解除してもらえないか、当然役所の弁護士ですね。さあ、企業にも当然、もうこういう問題ですと、企業にも弁護士がおりますね。企業の弁護士業者に対して、役所の弁護士が仮契約を解除してもらえないかと言って、今、要望逆に、業者にそのような条件を交渉しているらしいんですね。どのような条件かというと、皆さん、業者は何にも悪いことをしていないわけなんですね。ここにあるように、役所の職員が今度の入札にはワングループ一社しか、5社がワングループを組んで1社しか入札に入らないようだ。このようなことを事前に知った職員は勲章者ではありませんか。1社しか来ないであれば、その入札を行う前に分かっているんですから、行政が他の業者にも指名ですから、指名して、この入札に入ってくださいということが、進言できますね。ところが、このおかしな、不思議な、変なことに、この東大阪市の野田市長は、一人の職員だけを刑事告発した。そして今現在、市の弁護士が、落札した業者の弁護士に対して、違約金を払いますから、この仮契約を開示、つまり解約してほしいということを申し入れしているというんですね。この東大阪市の野田市長、給食の入札といい、またこの度の市民のための住宅建て替えの入札といい、市の職員がなぜこのようなことを平気で行うような不正が次から次へと出てきているのか。さあ、これがまともな行政と思われませんね。当然それはこの入札参加して落札した業者は、もし仮契約を解除、金をもらって、C から金をもらって解除した場合には、世間の噂は、あ、やっぱり一社で悪いことをしていたんだな、という、このような風潮が立ちますね。しかし、会社は看板で仕事をしていますから、そんなことをね、おそらく受けないと私は思うんですね。ならば、これは、役所の問題として、野田市長の悪政として、私はね、徹底的な調査をして、このようなね、おかしな、不思議な、たった一人の職員を犯罪する前に、野田市長、あなたが行政処分したのが、するのが先決ではなかったんですか？それも何もせずに、警察に犯人でもない、犯罪でもないものを刑事告発して、あなたは司法をもてあそんでるではないですか。こんなことは許されませんよ。
今、この自分たちの、ね、町の政治行政、この東大阪の野田市長の判断、皆さん、よく、ちゃんとした行政の主張というのは、もしおられたら、どういうことかと言いますと、自分の子飼いである職員が、不祥事を起こした。そうした場合には、必ず行政庁の長である市長が、職員を呼んで、そして、監査するなり、調査を行って、その職員に不備があったとしたら、当然、地方公務員法処罰として、行政庁の長が処分する権限を市長は持っているわけなんですね。その処分をする権限を持っていながら、野田市長は、職員から、その事情も、言い訳も、何にも聞かずに、監査委員から出された、その報告書だけをもとにして、たった一人の職員を刑事告発した。さあ、職員がね、入札参加する業者が一社ですよということを、誰に、秘密主義であるならば、ね、誰にそれを言ったのか、誰に漏らしたのか、相手がいないわけなんですね。業者に、この職員が漏らしたのであれば、当然、業者も、官製談合、ね、不正談合として、野田市長は、業者と職員を刑事告発するはずなんですが、業者入札に参加して、落札して決定した、仮契約した業者など、何の不備もなく、正々堂々と入札して、仮契約まで結んだのにもかかわらず、それが、一人の後日、職員が、入札する業者が一社だと言った、その、注意義務を怠って、言ったと言われる、誰かが当初と書いてますね、これに。当初があった、皆さんね、ここに。ね、もう一回読みましょうか。市内部、統制推進室などによると、これ、わかりますか？この、ややっこしい、市内部統制推進室などによると、この推進室、皆さん、このような全国の行政の中に、初めて耳にするんじゃないですかね。市内部統制推進室、もう一回言いますよ。市内部統制推進室。これ、誰が座っているポストの椅子と思われますか？これこそが、天下りの連中が座っている部屋なんですね。天下り、どこの天下りですか？元、府警本部や県警本部に勤めていて、どこどこの所長をやっていた警視制の輩が60歳になって定年になって年金もらえるまでに5年間天下りしてきて、そして市民の税金でのうのうと給料もらっている。しかもこの連中らの就業時間は年ではありませんに、週に3日、1ヶ月もらう給料は20万円から30万円。これを皆さん、最近、天下りという
言葉さえ目や耳にすることがなくなったでしょう。この天下り、国会の官僚と言われる連中らの天下り、行政に関わってきた連中の天下り、この連中らの天下りという言葉をあまりにも耳障りが悪いから名称を変えたわけなんですね。去年一昨年なんですよ。3年ほど前ですよ。どのように変えたか。さあ、からくり年度会計、年度会計補正委員、さあどうですか。これが天下りとわかりますか。年度会計雇用職員、年度会計雇用職員、この連中らのいる場所が市内部統制推進室、つまり役所の中にこいつらが巣を食っている部屋を作っているわけなんですね。ここにね、市内部統制推進室などによると、同事業はワングループのみが昨年10月の入札に参加して22億8500万円で応札し、今年2月に仮契約を結んだ。しかし今年1月に職員が事前に入札参加者数をほのめかしていたといった内容の当初が、同室が関係部局の職員らに事情聴取をした結果らしいんですよ。ね。さあ、この天下りのやつ、トップだと思うんですね。これ名前も私は分かっています。天下りの、ここを仕切っている、この推進室、天下りの元警部、ね、警視やっていた、ね、トップがおるんですよ。天下りを束ねているトップですね。ここの推進室の室長なんですね。これが職員に聞き取り等調査をやったね、職員が事前に入札参加業者のをほのめかしていたといった内容の当初があり、これを調べた。同室が関係部局の職員らに事情聴取をした結果、課長級職員の守秘義務違反が疑われる証言があったという。さあ、どんな証言かといったら、何回も書いてますね。この入札には一社だけが参加するということを職員が漏らしていた。さあ、誰に漏らしていたのか。そして、この漏らした、それを聞いた職員は、ね、業者は何の得があったのか。これ漏らしていたら、当然、職員が聞いていたのであれば、この入札は一社しか入ってこないから、おかしいですよ。他の一社、ね、市民入札でもう一回入ってもらうようにしましょうか。これが行政の入札前のやり方ではないでしょうかね。それを放置しておいて、一人の課長級の職員が、次の入札には一社しか入ってこないらしいですよと、これを言ったがために、なんと、守秘義務違反。さあ、これを誰に言ったのか。職員に、そのことを言った場合に、聞いた職員も当然、これに関わっていなければなりませんね。全然関係のない職員に言った場合には、何の守秘義務にもなりませんね。この守秘義務というのは、その内部文書や内部機密を関係するものに漏らした場合に、当然それを聞いた有利になるような利害関係があるときにこそ事件というのは成立するんではないでしょうかね。しかし、なんとこの東大阪の住宅建て替え、この入札はプロポーザル、つまり野田市長が一番好きな指名入札、そして役員で決める、ね、有識者、知的有識者という連中を集めて、同じメンバーなんですね。
東大阪の住宅を建てるときには、この4つ5つのメンバー、このメンバーがそれをね、やる。ここに出ていますに、そうそうたるメンバーですに、発表してみましょうか。ね。近畿大学名誉教授、近畿大学建築学部教授、関西学院大学建築学部教授、ウィル・ゴード法律事務所弁護士、放送大学奈良学園センター所長、梅田新道法律事務所。この梅田新道法律事務所というのはね、住民主党のお抱え弁護士軍団なんですね、皆さん。ね。私はこの梅田新道法律事務所というところに、ね、今から3、4年ほど、もっとなりますかね。5年ほど前ですね。殴り込みに行ったことがあるんです。法律事務所ですよ。ね。抗議の外線に行ったことがあるんですよ。そうした場合に、ここの担当していた東大阪の担当者だった弁護士が、私が東大阪に帰るまでに、その弁護、引き受けていたものを辞退したんですね。このようなことがあった、この法律事務所。さらには、ね、役所職員は、ね、当時の部長、現在、ね、おそらく、これは副市長になってるんじゃないでしょうかね。かもわかりませんが、とりあえず、東大阪市企画財政部長。さあ、2、4、6、7名で、この連中らは、他にも、この何の審査をしていたかというと、ね、東大阪市市営旧上小坂東住宅建築、さらには、北羽草住宅、東大阪市上小坂東住宅、羽草住宅、東大阪市旧上小坂東住宅、ね、つまり、市営住宅、上小坂住宅、羽草住宅、北羽草住宅、旧上小坂東住宅、このようなね、住宅の審査ばっかりをやっている、ね、この7人の、この、ね、メンバーですね。これが点数制である。ね。さあ、この連中に、職員が知っていたのであれば、当然、この職員は、この7人の、そうそうたるメンバー審査員に、このことを誰か、次の入札には一社しか入りませんよということを進言したら、この職員はよく調査をした勲章もんだと言って表彰されるべきな内部告発ではないんでしょうかね。これを野田市長は行政で自分の権力があるのにもかかわらず、この職員を呼んで、また漏らしていたと言われる、ね、このような当初があったのであれば、当然職員のはずなんですね。おそらく、匿名の当初があって、立件できるはずがありませんね。誰かに言った、誰かに聞いたというものが出てこないと、事件として立件できませんね。そして面白いことにね、この告発された職員は、どうも、不正警察に自分から言ったらしいんですね。私は野田市長に刑事告発されておりますから、事情聴取してください。調書を作ってくださいと言ったらしいんですよ。そうしたら、担当者不正警察の担当刑事は、まだそのような、どうも、調書は取れませんみたいなことを言われて、追い返されたというんですね。さあ、野田市長が、この職員を刑事告発したのに、その告発された職員が、わざわざ警察に行って、事情聴取してくださいと申し出たのにもかかわらず、警察は本人を追い返したというんですね。さあ、相手のいない守秘義務違反ってあるんでしょうかね、皆さん。そのおかげで、野田市長が一人の職員を
定時告発したためにこの工事は頓挫しているわけなんですね。3年かけて完成するはずのそのマンション工事が着工もできずに、挙句の果てに市の弁護士が仮契約を解除してくれ、その分違約金を払うから、どうもこのような交渉をしているみたいなんですね。そんなバカな、そんなアホな、ならば皆さん、23億円で契約した業者、これ23億円、国民の税金と市民の税金で公共工事として発注されたものが、契約の不備で、その不備を役所が認めて、金を払うから解約してくれ。そのような協議が今、役所の中で行われているというんですね。そして、来週から、建設委員会というのが始まるわけなんですね。ここでどうもね、ある議員が一人か二人、この問題を質問するらしいんですが、私が質問する議員の心情知っていますから、とてもとても、このような問題を暴くような議員ではないわけなんですね。なぜならば、この議員こそが利権にたかっている議員なわけなんですね。ですから、私がその同じ会派にいる、ね、ある議員と違う会派の議員に、この議員がどうも建設水道委員会でこの問題をね、質問するらしいんですが、と言ったら、鼻で笑っているわけなんですね。この議員が、こんな重要なことを解明できるような質問するような議員ではありませんよ。私が言った通りなんですね。つまり、質問するときには、私のように、ね、その仮契約書から、ね、入札参加した協議を行った7名のこの審査員が協議を行ったね、時の議事録、そして聞き取り合った時の議事録には、業者が一つの部屋で審査員と業者との面談で様々なことを審査員が聞くわけですから、それに業者が答えて、そして、あ、確かにこの会社概要、出されている会社はしっかりした会社で、この23億円の工事を受け負ってもしっかりと完成させてくれるということを元に、この7名の審査員は10点10点9点8点7点8点10点10点とこのような点数をつけていく。そしてみんなその点数を合わせてボーダーラインより上であればいくらの金額で、そして決定して、落札したその業者に決定する。さあ、そのような議事録を、この来週に質問する議員が手にするような議員ではないんですね。この議員も長年、ね、議員をやっていますが、維新の嵐に吹き飛ばされて、落選して4年間働きに行っていた、なんと、その時、落選していた時の運送業者に、今回、去年と今年、業者側になっていた市政代理の入札、さらには、駅前周辺放置自転車の収集業務、この業者を入れたのが、この建設課の議員が、この
難しい問題を質問するというわけなんですね。さあ、私は傍聴席に入ります。どんな質問するのか。ましてや同僚や長年一緒に議員生活をしてきた議員に聞くと、この人物がそんな難しいことを究明できるはずがありませんよ。おそらく、ね、共産党や公明党もある程度質問するのではないでしょうかね。この究明すると言って質問するという議員、これこそが利権まみれの議員なんですね。大きな疑惑、私が調査している市政代理の入札にしかり、さらには自転車、放置自転車の収集入札にしかり、この議員が斡旋した運送業者が、ね、これ今仕事をやっている。ね、このような噂の渦巻く議員が、こんなね、一人の職員だけを野田市長が刑事告発した。しかし、皆さん、要請というものはね、最初に言いました通りに、職員、関わった職員を呼んで、市長がその事情を調査して、ここに職員の不備があった、職員の徴工務に注意義務が違反したというのであれば、その場で市長が3ヶ月の給料10分の1の減額、例えば2月間の出生停止というような、このような行政処分が下されるわけなんですね。警察、天下の連中20人も30人も雇っていて、この天下りのやつがひょっとしたら絵に描いたこの事件ではないかなと私は思っているわけなんですね。なぜならば、この推進室というね、先ほど言いましたね、ややこしい天下りの部屋の連中が仕組んだ一人のものが、どこにこの注意義務を守らなかったのか。事件というものは、相手がいなければ、この注意義務をね、注意義務を守らなかったために、漏らしたためと なっているんですが、誰に漏らしたのか何回も言うように。相手がいなければ、漏らしたことになりませんね。これを業者に漏らしたのであれば、これは、官製談合となって、ましてや談合となって、業者も一緒に野田市長は刑事告発するのが、これが司法への訴えですね。職員が悪いことをしたのであれば、職員の行政処分というのは、長たるものがしなければならない。それを怠って、すぐに司法に委ねるということは、もう、この市長というのは、ね、自分で職員の不祥事を判断さえすることができないような、このような市長になり上がっている。つまりよその市町村の議員がね、さまざまな議員というものは会合ありますね。その時によその市の議員と会合があって、そのような雑談の中で、東大阪です。東大阪の市議会議員ですと言ったところがね、その相手の人が、ああ、天皇のおられるところらしいですか。こう言われるらしいんですね。つまり、今、私の耳に聞こえてきているのは、東大阪の役所は野田城というらしいんですね。面白いんですよ。この野田というのは、名前を残そうとしてね、面白いところに名前を残しているわけなんですね。東大阪に長瀬川というのがあるんですね。役所よりはるか2キロほどの西側を流れる大和川からの草分けの
恩字川を通って、そして水路。本当の呼び名は、長瀬水路。農作業の田んぼに水を引くための水路であったんですが、今通称、長瀬川と言っているんですが、この長瀬川にね、春徳道からちょっと南に行ったね、二つ目の橋にね、野田橋というね、看板が掲げられているわけなんですね。永久看板なんですね。あの、鋳物で掘った金の縁のね、野田橋と書いてあるんですね。そこらはね、高級、昔のね、高級住宅街。大昔にはね、どうも映画の撮影所まであったというね、あの、皆さん、東松陰、西松陰お嬢さん学校と言われるね、女学校大学があるわけなんで、松陰大学附属高校というね、ここに女学校があるんですが、その東側を流れているその水路が長瀬川というんですね。その長瀬川を八重里近鉄線から南へ入って、長瀬川を南に入って、三つ目ですかね。三つ目の橋の欄干に野田橋と書いてあるんですね。この野田という地名ではそこらにはないわけなんですね。そのあたりは昔から高級住宅街になっているわけなんですね。川沿いで。さあ、そこになぜ野田橋と書かれてあるのか。ここに東大阪に来てから、ね、この野田議員となった時に住んでいた、その前の住宅に、借家に住んでいたために、それ、借家ではないんですかね。おそらくそこへ、まあ、家に住んでいたために、その名残で、野田橋とつけたらしいんですね。しかし、隣の橋には、桜橋とか、いろんなその地名の、ね、そこの昔からの地名の欄干に、名前が付けられているんですが、ここだけ野田橋と書いてあるんで、これを教えてくれたのが、市役所の職員なんですね、私に。堂村さん、こんなことまでしているんですよ。何ですかと聞いたら、今度あそこの橋を通るとき見てください。欄干に野田橋と書いてあるんですが、あそこの近所に野田が住んでいたんですよ。このように教えてくれたわけなんですね。そして今では、東大阪市役所は野田城と言われている。さあ、この野田城、今、その石垣、ありの一穴ですね。一個、なんと石垣ではなく、その石垣が、どうも、悪性不正で腐ってきているらしいんですね。さあ、石垣が、腐ったらどうなりますか？だん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 崩れていって崩壊するんではないでしょうかね。このようにしてね、次から次へと自分の職務さえも、そして権限さえもわからなくなった野田城の城主、東大阪50万市民の生活を守るはずの野田義和市長、あなたの政治行政がこの15年間で腐敗崩壊していることをはっきりと自覚する時が来ているんではないでしょうかね。当会は日頃より現代の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進しております。狼少年親父の声、狼少年ならの親父の声、狼親父、今晩も届けてまいりました。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。